ヨハン・ルート・ビヒ・バッハヨハン・ルート・ビヒ・バッハは、ドイツバロック音楽の作曲家、バイオリニスト、ター,ール出身。父親はカントルで、オルガニストのヨハン・ヤー・コップ・バッハ。1688年から1693年まで、ゴータのギムナジウムにて長考。22歳で、マイ人間に移り住み、1699年から、マイ人間宮廷音楽家に、1703年から、 同地でカントル並びに教師に就任1711年から宮廷学長として毎人間宮廷学団を統括した。ヨハン・ルートビヒの膨大な数の作品は毎人間や近隣の都市で定期的に上演の機会に恵まれた。ルートビヒは JS バッハの演説にあたり彼から芸術家として極めて高い評価を受けていた。JS バッハは 彼の作品のうち、いくつかのカンタータを筆写し、ライプツヒで上演した。ヨハンルートビヒのカンタータ、デンジュバースとマイネシールにヒトインデアヘルラスセンは、かつて、ボルフガング・シュミーダーの目録においては、JS バッハの作品とみなされていた。1731年に他界し、5月1日に、マイ人間に埋葬された。ヨハンルートビヒには二人の息子がおり、一人は、 オルガニストに、もう一人は、パステル画家として、イ人間で活躍した。ヨハン・ルート・ビヒの末裔はもはや生存していない。ヨハン・ルート・ビヒ・バッハの作品はほとんど保存されていない。二つのミサ曲と24曲のカンタータでさえ、1726年に、ライプツヒで、ルート・ビヒの18曲のカンタータを上演した、バッハのおかげで、伝承されたのである。 体系的な作品目録番号は付けられていない。作品は発見された順番通りに番号付けが行われている。室内楽などの器楽曲は宮廷楽長としてふんだんに作曲したに違いないが、1715年の序曲と蝶調が伝わっているに過ぎない。ヨハンルートビヒのモテットは11曲がアマーリエ図書館に2つの曲集のうちに伝承されている。 二つの四部合唱と通奏低音が基準となっている。22曲の知られた教会カンタータのうち、ヨハンゼ・バスティアン・バッハは18曲を1726年2月中旬から9月までライプツヒで上演した。これらのカンタータはマドリカル形式の歌詞がなく、古いタイプに属している。歌詞の構成は旧約聖書からの引用レチタティー・ボアリア。 新約聖書からの引用ありあれチタティーボ、合唱コラールの順に行われている。編成は四部合唱と弦楽合奏が基準となっているが、時折二つのオーボエを伴うことがあり、二つのホルンを伴うカンタータも一曲ある。曹操音楽はエルンストルート美飛行の埋葬のために作曲された。二つの四部合唱、三つのフルート、二つのオーボエ、ファゴト、 二つのトランペット、打楽器、弦楽合奏と通奏低音のために書かれ、編成は驚くほど豊かである。ありがとうございます。